こんにちは。速解塾の久保です。今回暗号通貨のノーリスクで儲かる方法を紹介していただきました。詳細は動画概要欄に貼っときますけども、えー、こちらはですね、動画を送っていただいた、まあ、お礼と言いますかね、ここに対して私からのちょっとクエスチョンなんですけども、また回答動画をいただければと思います。まあ、というのがね、いただいた情報っていうのは、えーまあ、こちらの方でステーキングをかけておく。そしてこちらの方で売りポジションを持っておく。 これすごくいい発想だと思うんですよ。ステーキングで、例えばビットコインならビットコインのステーキング報酬をもらう。でもビットコイン自体の価値が落ちた時には、もうこっちがあんまり儲かんなくなっちゃう。どういうことやみたいになりますよね。つまりビットコインで、まあ含み損が出てしまうんですよね。でもその場合でも、こちらの方で、まあビットコインの FX で売りポジションを持っておけば、値段が下がった分、こっちは下がりの利益を取れますから、トントンになりますよねってこと。 そうすると、ステーキングの分だけプラスになるよねっていうことだと思います。さあ、ここで私からの質問ですけども、実はステーキングにはね、とんでもないリスクがあるんですよ。これは何かっていうとね、ステーキングっていうのは、利益が付与された時に課税されるんですよね。え、そして、全体的な利益確定を大体年末にしますけども、そこでも課税されるんですよ。二重課税なんですよ。つまり、本当にビットコインの価格が下がってしまうと、表面上はね、 こちらの売りポジションでヘッジできるんですけども、実はですよ、ステーキングに課税、そして年末の課税ということで二重課税を受けると、実は値段が下がると、自分の受け取る利益がもしあってもそれ以上に課税されるんで、マイナスになるんですよ。もちろん値段が上がってしまいさえすれば、利益以上に課税されることはないんですけども、厄介なのが、ステーキングを受けた段階で即課税ってことなんですよ。 ですので、ビットコインが280万の時に、ステーキング報酬が、例えばですよ、20万円いただいたとしたら、ビットコインが値段が下がっても、その20万は課税対象として有効な上に、年末の決算では、そこでの課税もあるんですよ。だからこれね、実はビットコインの値段が下がると、多くの方は、手持ちのビットコイン含め益以上に課税されてしまうんで、全員マイナスになるんですよね。 ここんんなな不思議なことが起きるんですよつまり利益は出しているそしてステーキング報酬をもらっているのにマイナスになるんですよいやこんな不思議な税制が日本にはあるんですけどもこの辺はねどのように解釈ししてて突破いいいけばいいのかなってことですよ、ねうんこれは問題だぞというところでステーキングをどんどん離脱する人がいるというところとあと実はねその暗号通貨全体の価格が下がったのにはこのステーキングが 実はね、とんでもないこういった今私がお話したリスクがあるということに気づいて、もう手持ちの暗号通貨を決済しないと課税額が払えないっていう現象が起きて、どんどん離脱が進んで、ビットコインにしてもアルトコインにしても現在の価格になってしまったと。それから、分散型金融の DFI もね、同じような仕組み使ってますんで、実は DFI に参加したからこそマイナスになってしまったっていう方が数々出てですね、もう 暗号通貨、特にビットコインインサリアムから撤退がかなり起きちゃったというふうに私も読んでいるんですけどね。うんこの辺いかがでしょうかということが私からの質問でございました。それではまた動画の方をお待ちしてます。ありがとうございました。